今回は大阪難波にあるおばんざいわびすけさんのおすすめランチをご紹介。日替わりのおばんざい、メイン豚汁、おかわり無限の飯。さあ早速メニュー見ていきましょう。日替わりのおばんざい4種、豚汁メイン、ほんでおかわりご飯自由で800円、安すぎますよね。まずコスパがいい、ほんでメインがもう好きなもんだらけ。いやー唐揚げーなーですね、肉豆腐。いやちょっと待って、これは他の店あんまないから行きたいな。肉豆腐、豚ザラって何やこれ、生姜焼きかなこれ。うわ魚もええな、焼き魚、チキン南蛮も王道でいいし、肉だし巻き、これも気になる。うわーどうしよう。うわーちょっとけどやっぱりいっちゃん最初に見た時から肉豆腐、これにちょっとやられちゃいましたんで、今回は肉豆腐定食で行かしてもらいます。よめしくお召し替え、めしめし。いただきます。いやーがっつり定食もええけど、こういうね和テイストな定食も私好きなんですよね。じゃあちょっとまずやっぱメインの肉豆腐から。めちゃくちゃ飯進む味付け。甘辛い感じ。豆腐に染み込んでるわ。でね、肉豆腐ですか、肉もね。肉やらか。いや、これ正解です。肉豆腐定食にして正解。いや、間違いなかったね。そして一つ目のおばんざい。うわぁ、さっぱりしてて、こう、肉豆腐と味のバランスが取れてる。このレンコンのやつもええわ、シャキシャキしてて、食感も楽しめる。んで、これが、肉じゃがかな？牛すじのお肉使ってますね、これ。すじですわ。ほんで、芋うまい。芋柔らかい。いやこれ米進んでしゃあない。なんじゃこのコスパ最強の定食。肉豆腐なんですがね、豆腐のねこの弾力、この弾力もしっかりあるんいいですよね。肉豆腐もう一回ではつかみきれません。けど僕これぐらいの弾力ある方が肉豆腐定食としてはいいですね。ではではもう一回、今度ね豆腐と肉一緒に行きましょう。いやーもうたまらんねこれ。ほんでね、おばんざいわびすけさんのこの米うまいわ。やっぱりこう和の心を忘れてないと言いますかね。米が一粒一粒うまい。ほんでちょっと固めなんがまたいいわ。もう僕好み。僕べっちゃべちゃなお米あんまりね、好きじゃないんですよ。ちょっと固めな方がいいわ。お気に入りのお店にもうなりました。いやーこれ大満、もうね、もう大満足なんですけど、ちょっとこの辺でおかわりいただきます。
大盛りでご飯おかわりいただきました。店主の方もめちゃくちゃ優しい方でいい人でした。接客もよし。でちょっとこの辺でね、はい、お刺身ちゃんこれついてるのありがたい。これでも飯いける。やっぱりね、ちょっとしたお作りあるのありがたいね。お作りってね、そんな大量に食うもんちゃいますから。これね、ちょっとあるんがね、ちょっとずつあるんがこのおばんざいわびすけさんのこの定食のいいところ。少しずつつまめる。これが4種類もありますからね。さらにメインの肉豆腐、お漬物もあって、さらに豚汁までありますからね。最高ですよこれ。ほんでおかわり自由800円、やりすぎちゃいますわびすけさん。こんなの芸人が知ったら通いまくりますよ。まあ今回はもうバシバシ宣伝させてもらいますけどね。あかん、この肉豆腐うますぎるほんまに。もう豆腐好きとしてはたまらん。がしかし他のメインもね、気にはなってるんですよね。絶対この店また来よ。ほんでね、この豚汁っていうのがまたありがたいですね。豚も入って野菜もたっぷり取れるという。普通ならね、お味噌汁ぐらいなんでしょうけど、ここにプラスアルファ要素がある。ほんまに言うことなしのランチ。ではでは最後の肉豆腐がっつかせていただきますね。最後まで美味しいね。本当にここのランチ皆さんおすすめです。好きなメインが選べてね、おばんざい4種で豚汁、お漬物、そしてご飯おかわり自由。はい、もう何か文句ありますかという、はい、もうね、ありがとうございますと本当に言いようがない。もう頭下がります、ほんまに。ごちそうさまでした。いや本当にね、わびすけさんのランチはヒグッジョブランチです。ちゃんめしとうめし、めし評価、のめしくおめしがいめしめし、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。